皆さんが選択肢を見るときに本文の内容が何を言ってたか忘れてしまったりだとか、回答の根拠がわからないから解けてなかったというふうに思っていたんですけど、実はそうじゃなくて、わからない単語とか、都合が悪い部分を飛ばしてしまうというこの癖づけがついてしまって、 I simply can't make up my mind on which one to buy。はい、どうもこんにちは、竹原です。今回は初見の文章を見つめる第3弾として英文解釈について説明したいと思います。で、英文解釈とは何かという話なんですが、これは文構造に従って正確な日本語で訳していくという練習だと思ってください。英文の解釈といったものをどれだけ積んでいるかっていうのが入試の合否には大きく関わってきます。ここまで述べてきた単語と、そして文法、そして英文解釈というこの3つをですね、しっかりと勉強してもらうとですね、入試の長文には直結するものだと考えていただいていいでしょう。で、なぜこれほど英文解釈を推すのかって話なんですけど、皆さんが文章を読んだ時に自分なりに理解できたと思うものはですね、実はそれは、理解できたという基準に達していない可能性が高くてですね、現に長文を読んだ時に皆さんが選択肢を見た時に本文の内容が何を言ってたか忘れてしまったりだとか、あとは結局文章が長くなった時に何が言いたかったかってことをうまく、まとめきれないというのは、これは実は一文の解釈をしている段階での理解が非常に薄いからというの問題が大きいんですね。ですから、これから皆さんが英文を読んでいく時には自分なりに理解したということではなくて、これは誰もが見て理解できているっていう基準にまでレベルを上げていかないといけないですね。じゃあどうするかというと、自分の中では完璧に分かっているつもりであっても、それはね、日本語にしてみてきちんと分かる言葉であればですね、実はこれは誰もが見て理解できているということになることが多いから、まあ、きちんと日本語にしてみましょう。では例言ってみましょうか。 I simply can't make up my mind on which one to buy. I simply can't make up my mind on which one to buy.で、この文章を皆さんはね、今ね、大体まあ5秒ぐらい略してみてください。で、できる受験生もできない受験生もいるかもしれませんが、大事なことはですね、まあこの、一つの文章には、文法とか、まあ、熟語とか、まあ、いろんな要点が入っているんですが、まあ僕がどこをね、特にそれを推しているかって話なんですけど、まあもちろん、私はね、make up my mind、このね、決断するとかこういうの知ってるかとか、on which one to buy、何を買うべきかってこの文法事項とか、これはすごい大事なんですけど、それはもちろんですが、I simply can't、ここをですね、皆さんは私はできませんとかっていうふうに、まあ、必要な単語を飛ばして訳していたりはしませんでしたか。で、ここはですね、正確に私は単にできないとかっていう訳でも実は日本語としては不適切で、私は、これはね、simply が can't に就職していて、どうしてもできないね、どうしてもできないというふうに、ここ訳すと、一応回答としては、私は、どれを買うべきなのかどうしても決断できないというふうに正確な日本語に変えることができるんですね。皆さんがこうやって英文を訳していくっていうのは、知ってる単語であっても毎回その場でうまく訳せるかどうか、そしてね、これ結構大事なことなんですが、これからは知らない単語が含まれてきますが、それに関しても、ね、その文構造に従って、ここではどういう風に訳していくかっていう風に、的確な日本語を当てはめていく。っていう推測という作業も、実は正確な和訳をする中の一部だと考えてください。ですから、まとめると、知ってる単語であれ、知らない単語であれ、君たちは、常に、単語、品詞、文構造というね、この流れに従って、訳を出していく。その過程の中で、きちんと内容を理解していくってことが大前提になります。で、これをきちんと積み重ねていけばいくほど、要は与えられた語句をですね、飛ばすことなく、言葉を丁重に扱って、日本語にしていく。これを繰り返せば繰り返すほど、実際皆さんは長文の理解というのが自然と高まってくるものだというふうに思ってほしいんですね。で、これは現にですね、僕が受験生の時はですね、まあ自分が分かる単語の部分だけを読んでいくってことがこれ非常に多かったんですよ。で、これですごい痛い目見ました。要は自分が分かる単語の部分だけを着目して読んでいくわけなので、
どうしても自分にわからない単語とか、都合が悪い部分を飛ばしてしまうというこの癖づけがついてしまって、これはね、一見すごい速度を速めて読むことができたことにはなるんですね。ですからある程度の点数の基準までは上がりました。ですが、もう一歩レベルを上げたいという段階でなかなか点数が上がらないと。で、僕はその実際問題を解いた時に、間違う箇所がね、現役の時にあって、で、その原因を、その問題の部分で読めてなかったから、要は問題の根拠が、回答の根拠がわからないから解けてなかったというふうに思っていたんですけど、実はそうじゃなくて、これはとりわけ今、僕が受験生で教えている学生には言ってるんですけど、ある問題を解くときには、実はそれは、そこまでの文章を正確に読めてるかどうかによって、実は答えが決まっていることが多いというふうに言ってるんですね。ですから、問題の解き方動向にこだわらずに、まずは、冒頭から正確に日本語に訳せていくという体で、どれだけ読めているかっていうことに集中して、皆さんは勉強してみてください。はい。で、それがですね、どれだけ、反復して繰り返せるか、要は、まずは知ってる参考書のよく見る英文でそれを訓練してみて、後々は知らない文章、つまりこの動画のテーマである初見の文章でも同じようなルールで訳し進めれるかっていうね、それを鍛えていく分だけ自然と長文の点数が上がるもんだから、今知っておくべきものをちゃんと増やすことによって後々知らないものでもその力を試していくぞっていう全部土台になっていると考えて、基礎に重点を置いて勉強してほしいと思います。はい、ということで、今回はここまでにしときますが、次回、次次回ぐらいは実際にどのように英文解釈を進めていくのかっていう過程をちゃんと説明しようと思いますので、まずは、ここまで述べた、単語と、文法と英文解釈ですね、これをきちっと意識して、基礎をですね、しっかりと固めてほしいというふうに思っています。以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。